はい、どうもこんにちは。まあ皆さんもね、いろいろと生きてきてイラッとすることあると思うんですけどね、僕は今カードのね、明細を見ててチェックしてたら、あるね、見覚えのないなんか振り込みみたいなのがあって、何をこれ振り込んで1078円っていうね、微妙な額だったんですけど、でそれがアプリだったんですよ。あるアプリの名前で、でね、そんなのね、使った記憶もほとんどないぐらい、まあ使ったことあるんですよ。有料登録なんかしたっけなみたいな。しかも1000円って結構高いじゃないですか、1ヶ月で。なんだろうな、なんだろうなと思って、いろんな調べ方をしたけど、全然拉致が開かなくてですね、なんていうんですか、僕が使ってるその、携帯が2種類、 iPhone と Android は両方あって、で iPhone は正直今使ってないんですけど、なんかこの Android の方で確かそのトイックを受けるときに登録した記憶があったんで、ちょっと調べてみたんですよ。で調べ方っていうのも、その Google ストアっていうんですか、 Google ストアで、プレイストアっていうのか、プレイストアの中に自分の定期購読、定期購入があるかどうかっていうのを調べたんですね。だけどそれの中にはなかったですよ。でないから、なんだろうなって思って、じゃあ前使ってた携帯かなと思って、今度 iPhone を出して iPhone の中を見たんですよ。でもないんですよ。 iPad かな、 iPad もないんですよ。やっぱりおかしいなと思って、でそのアプリってなんかスタディイングリッシュっていうやつなんですよ、有名なね。で定期購入してないのになんで毎月かかるんだろうって、もうなんかの間違いじゃないかなって思って、でもう一回インストールしてみたんですね。なんか手がかりがつかめるかと思って、それでしたあと調べたら、どうやらそのアプリの中で入って下の方にスクロールしていって、やっと解約ができると。で自分はプレミアム会員になぜかなってて、去年の7月から今5月なんで、ちょうどもう1年ぐらい払い続けてたみたいなんですよ、それを。でなんかそういうのって、なんかめちゃくちゃなんかわざとじゃないにしても、すごい損した気分になるじゃないですか。でなんかその月々1000円というのもね、 Amazon プライム500円ですよ、月々。で月々やね、 Amazon プライム500円で映画も見放題で、写真もアーカイブ撮ってくれる、しかも音楽も、あと今本も Amazon リーディングもあるから、めちゃくちゃ500円にいろいろできる中、なんで俺は使ってもいないアプリに1000円いくらも払ってね、今まで気づかなかったんだって、自分もすげえ情けないというかバカだし、その会社にもすげえ腹立つし、なんかそういうことなの。だからアンインストールしても、今のその中で言うね、とっくにアンインストールしてなかったんですよ。全然もう記憶にないぐらいだから、とっくに消したんでしょうね。なくて、でこう定期購入にもない、なのに定期購入されてる。だから明細見なかったら絶対気づかないようなところなんですよ、それって。いや本当はね、もし本当に身に覚えもなくてどうしようもないんだったら、払うの嫌だから、もう会社に電話なりなんか連絡して、いやこれおかしくないですかって言おうかと思ったんですけど、まあ自分がそのプレミアム会員になってたっていうところが、まあ今回の一つの自分の落ち度ではあるので、まあ電話はしないけど、この動画で俺はそのね、スタディサプリの関係者に伝えたいのは、アンインストールしたらそれはもう解約にしなきゃダメですよ。だってありえないですよ、その使ってないのにお金払ってることになってるって。ちょっとそこは、いやまあクレームにつなげたくないんだったら、人権もね、削減し、人件費も使うわけじゃないですか、そういうクレームが来ることで。それ嫌だったら、絶対あれはどうにかした方がいいですね。いや、ほんとそういうのいっぱいあると思いますよ。他にもアプリにしても、そのカードの明細見ると、なんだこれみたいな、絶対あると思うんで、本当に、なんとか、100円でも200円でもおかしいと思ったら、絶対調べた方がいいです。何年も何年もね、無視し続けてたら、莫大なお金にもなってるし、あとリボ払いとかもね、とんでもない額になるんで、もう今回は自分にとってもそこは反省ですけど、なんかね、そういうせこいねことをねするなって思いますね、大手で。せこいなって思うのがもう一個あって、この間世界比べてみたらっていう番組があって、それ取りだめしてて見てて気づいたのが、なんかね、ある国に行って日本円で1万円を両替して、それでどれぐらい遊べるかみたいな、
やつをやってたんですよ。でその番組は世界のこといろいろやってるから好きで見てたけど、ん？なんかおかしいなと思ったのが、ある国行った時にまあ、1万円、日本円で1万円の価値を両替したら、そのリュックいっぱいになったんですよ、札束が。っていうね。でなんかすごいピン札をカバンに詰めている時に、なんか自分は銀行強盗になったみたいだみたいな、そういうくだりがあって、ある国ではこれぐらいの量になっちゃうんだって思ったんだけど、よくよく調べたらすごく大げさにそれ表現をされてたんですよ。まあなんでしょうね、わかりやすく言うと、日本には一円札はないじゃないですか、小銭じゃないですか。一円札を1枚にするには1万枚必要ですよね。だからその国でも一番小さな紙幣、効果ないから、紙幣を1万円分にしてたんですよ。1万枚って言ったら、普通に日本円でもし1円札が存在していたならね、それもそこそこのね、量になるじゃないですか。それをさらに日本よりも物価の低い国でやったら何万枚になるじゃないですか。すごい札束になるわけですよ。そういう見せ方をして、この国では1万円でこんな価値があるのっていう見せ方をするんですよね。そういうことをしちゃダメなんですよ、日本は。すごくね、情けなく感じたし、なんだ自分の国は1万円でこれだけできしかこれできないけど、この国ではこんなできるんだぜ、日本ってすごくないみたいな、日本の円って価値高いよねみたいな、そういうアピールなんですよ結局は。情けなと思って、本当に。で結局それをね、ちゃんと調べてみたら、その国の貨幣もね、それ1万円分にしたら大したことないですよ、大して変わんないですよ。確かに物価は安いよ、だけどそんな札束はね、何千枚もってならないですよ。本当にね、せこいことしてさ、絶対良くないよね、ああいうのっていうね。そういう企業に対してなんか今回すごく腹が立ちましたね。だからもう本当、皆さんもね、これもし見てる人がいたら、絶対そのクレジットカードの明細だったり、なんかおかしいなと思ったら、携帯の容量もそう、キャリア会社、ソフトバンクとか、そういう大手の、もし au とかね、キャリアを組んでる人がいたら、それも見た方がいい。絶対に無駄なオプションだったりが入ってるんで、すごい闇が深いなって今回思いましたね。絶対気をつけてください。コロナ今ね、緊急事態宣言解除されましたけど、だからといってマスク外していいとか、だからといって遠出していいとか、そういうことではないので、しっかり気をつけて予防していくっていうことが大事ですね。秋には第2波第3波ね、来るって言われてますから、気を抜かずに行きましょう。そしてまあこれを見たね、ちょっとハッと思った大手企業の方、そういうふうに見られてますから、絶対に顧客騙すようなことしちゃダメですよ。以上です。